皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月の9日、18時3分。この間、パナソニックさんのテレビでですね、インターネットを、つなげれるタイプのテレビ、かなり前から、発売されてますけども、そういった類のものは、ネットフリックスさんだとか、YouTube だったりだとか、インターネットの、関係の、そのアプリ関係の、多分、アマゾンプライムだとか、ああいったアマゾンプライムビデオ、ああいったものも、見れるような内容のものだとは思うんですけども、ちょっとね、エネルギーの残存量問題を軸にして考えていただきたいので、家電メーカーの方たち、パナソニックさんだけじゃなくて、シャープの皆さんも、私も昔ちょっとシャープエンジニアリングで、家電の修理の仕事させていただいたりした時期があるんですけども、エネルギーの残存量問題で、ちょっと皆さんが誤解されてるところがありますと。スマートフォンだとか、iPad とか、そういったところのアプリで、画面を見ると。そうすることによって、Amazon プライムやプライムビデオ、どちらの名称が正しいのかちょっとよくわからないので、両方言っているんですけども、そういったものを見るようにしたのは、もともとそのレンタルショップとかに車で、借りに行かれたり、それによるエネルギーの消費、そういったものをなくすためであって、お手軽さであったり、便利さであったりだとか、そういう部分なんですよ。だから、そのインターネット関係で見れるものを、正直、スマートフォンは、画面が小さいから、見にくいと思います。見にくいというか、満足感のところ。だけども、テレビに関しても、そこまで大画面で見なきゃならないほどか、っていうと、ちょっとそうではないと。そういう部分もあると思うんです。うまいこと、iPad とか、その小さな画面のものに誘導することによって、資源を、有効に活用すると。で、昔にも僕に言われてるんですけども、テレビ自体がそういうふうにインターネットを速い速度で読み込もうと思ったら、それなりの資源を使用して重量が重くなると、テレビ自体が。で、テレビが重い、がゆえに地震が発生したときに、倒れたときに画面に傷がいったり壊れたりとか、こういうことになるんですよ。軽かったらいいんですよ。軽かったら壊れにくいし、倒れても怪我しにくいんですよ。最初から倒れることを想定して、考えといたらいいんですよ。それはエネルギーの残存量問題であって、資源を、上手に使うこと、たくさん資源を使わないことっていうことなのでね、金稼ぎにもう執着してるような時代じゃないんですよ。エネルギーの残存量問題に執着してもらわなければならない。僕は若い頃、1998年ぐらいの頃なんですけども、石油の技術的採掘可能埋蔵量69年分、2011年のデータで、59年分、2022年のデータで54年分、先々までもうずっと掘っていくことを想定して数字出してるんですよ。で、ガスなんかもう残り49年分で、天然ガスの7割は石油の揮発したものなんです。石油をさ、採掘してるときにガスも採掘してますし、石油は気化したところがガス田と呼ばれてるだけのものなんです。で、世界で消費は拡大の一途の状態で、コロナウイルスの時だけ少し消費が減ってるだけで、まず車の販売とかも、100分の1まで低下させていただかなければならない。で、もうガソリン車の販売も全部やめたらいいんです。で、みんな電車バスとかでほとんどの人は行けるでしょっていうことを告知して、例えばガソリンスタンドのプラスで、レギュラー1リットルあたり、200円以上に設定するだとか、車なんか買うのがバカバカしい。こういう世界にしなきゃならないんですよ。ほとんどの場所も、いろんなところ僕撮影行ってますから、電車バス徒歩で行けるっていうこと分かってるんですよ。で、もちろんオートバイの生産も、停止して、で、あとは電気自動車なんですけども、補助金をなくして、で、販売価格が高いままで、要するに、買ったら損だって、車か家かのどちらかの選択だったっていう世界に戻さなきゃならない。で、そのテレビのサイズに関しても大きすぎると思うんですね。
まあ、私の自宅のテレビなんですけども、これでもね、大きすぎるもの買ってしまったなっていう感覚になりましたね。実際大きいと思うんですよ。で、まあ先ほどのテレビのその二回りくらい小さいサイズのものが一番大きなサイズでもういいと思いますよ。で、まあ、あとは、ここからがね、ゲーム業界の方たちへのメッセージなんですけども、例えば、ソニーとプレイステーションさんが合併して、ニンテンドーステーションになったとしましょう。で、iPad のような形のもので、ゲーム専用のものにすると。で、そこに、まあ、コントローラーを別売りでね、差し込んで、使用するかどうか。まあ、こういうふうな形で、まあ、タッチパネル操作式でもありながら、コントローラーでも操作するゲームのタイプ、2種類を遊べるようにすると。で、まあ、それはもう、ストリートファイターなんか、もう、あれはもう完全に、また普通のコントローラーじゃなくて、ああいう、スティック型の、スティックって言ったら、本当は棒だから、まあ、球体付きの、スティック。ああいうふうなものじゃないと、しっくりこないっていうのが現実的なところであって、で、そこで、ついでにテレビも見れるようにすると。で、ただし、これはね、まあ、テレビにもつなげてゲームもできるし、その画面でもゲームができるし、テレビも見れると。まあ、インターネットのそのダウンロードとかが今主になっていて、それでそのゴミの量を減らそうとしますから、方向性はそれでいいんですよ。で、ただしバッテリーはいらない。家のその差し込み口のコンセントで、その電力を得て稼働すればいいと。まあ新幹線だとか、たまに、まあ牛丼屋さんとかでも、コンセントが差し込めるような店も今時は、たまにあります。バッテリーという資源を別のことに使用したいので、電気自動車だとか、そういったことに。だから、まあ、資源は無限にあるわけじゃありませんので、その辺のところ、まあ、この辺のところで、まあ、ソニーさんももともと家電メーカーとかも扱ってたわけですし、昔。まあ、今は、シャープだとか、まあ、まあ、パナソニックさんとかもそうですけども、まあ、その辺のところもね、結局、ゲーム業界と組んでもらって、できるだけ資源を使われない社会に変えていくと。まあ、そこへ、理想は、アメリカのマイクロソフトさんの Xbox 家庭ゲーム機。まあ、そこも、だから、任天堂ステーション X、もしくは BOX になってくれたら、いいと思ってるんですよ、僕は。そうすれば、消費者の方はね、その家庭用ゲーム機を無駄に買わされることがない。2台も買わなきゃならないとか、そういうふうなことにならないですから。あと、中古屋ショップに関しても、まあ、扱いやすい。で、いや、棚とかの面積ですよ。その、商業原理的に。だから、その、品物一本化にしていれば、商品の出入りが早くなるから、まあ、その辺のところですね。まあまあ、まあ、任天堂ステーションの頃には、もうダウンロード一本で。で、あとは読み込みのところを SD カードとかで、もしくは、ブルーレイディスクに読み込んで、記録するような形で。まあ、購入した時にお金払うはずですから、それでいいと思うんですよ。まあ、ブルーレイの方がいいのか、SD カードの方がいいのか、そこはまあ、意見分かれるかと思うんですけども、どちらの方はゴミの体積が少なくて済むのか、で、考えていただきたいんです。まあ、読み込みスピードとかいろいろあるとは思いますけども、まあ、その辺はコアとかの部分でしょうから。ま
まあその辺のところで、ちょっとね、テレビに関して、その方向性が、間違ってるテレビの CM が出てましたんで、やっぱりどうしてもその商業原理が絡むと、そうなってしまうんですよ。その大きなテレビが売れたら、値段が高いもの、品物が売れると、売り上げが上がると、出ると、まあそういうふうな形で、あとは機能的な部分で、インターネットと接続できて、家で見れたらっていう部分があると思うんですけど、それ地上波で放送するから、いずれ。だから、その辺のところは、本当にね、すごくヒットしたものとかであれば。だからその辺のところは、分けといていただいて、で、画面小さい方を使用して、見ていただく方向にうまく誘導しなかったら、資源の消耗具合とか、ゴミの堆積とか減らせない。だからその辺のところは、皆さんで協力していただくしかない。で、だから原油価格を、店頭小売価格でね、レギュラー、200円ぐらいに、レギュラー200円以上にすれば、まあ、売り上げはとにかく上がるのは上がると思うんです。だからその辺のところで、しっかりとしたお支払いができてない社員さんの人たちにお支払いができるようにと。で、あとはもう変な競争を仕掛けないことですね。家電メーカーがすぐ近くにあるのに、すぐ近くに家電メーカーの店を出店するっていう、とてつもなくバカバカしいことを、この近辺でも見かけています。まあ、多々あるパターンがコンビニエンスストアの近くにコンビニエンスストアと。もう絶対必要ないですから。いや、それはもう仕掛けていった方が悪いですよ。どちらが悪いの話で言うと。だから人口はずっとこう、少子化が進んでいるのであって、まあ僕は1977年生まれなんですけども、その少し前から少子化始まってるんですよ。で、それはもう何十年と経過してますから、市場は小さくなってる。日本は漫画、アニメ、ゲームや映画で、あとまあ音楽もかな、海外に打って出れてるから、そこである程度のそのお金が回ってるわけであって、これね、自動車メーカーだけの方たちだけじゃなくて、まあ、家電メーカーとかゲーム業界の人たちも置いといてもらわなきゃならないんですけども、日本の今の国境って4000万人いるかどうかですよ。1億2000万人の話は、朝鮮半島、北朝鮮と韓国と台湾を併合していて、満州国があった頃なんですよ。あれだけの、満州国だけで、日本の北海道と本州と四国と九州と沖縄合わせても、まあ満州国どんなもんでしたっけ、大きさ。同じぐらいなんですかね。もしくはそれにプラス、朝鮮半島、台湾ぐらいで満州国と同じぐらいの面積なんじゃないですか。台湾なんかもともと人口1000万人いませんってちゃんと言ってるときは言ってるんですよ。だって日本の九州に1000万人がいないんですから。日本の表記されている人口は各都道府県に関して、市や区に関しても3分の1か4分の1だと思っておいてください。これは世界中どこの国でも同じです。だから海外にだいぶもうすでにマーケットは広がってるんですよ。だから、これが事実であって、もうほとんどのものを売った後なんです。だからそう簡単に売れるわけがないんですよ。エネルギーの残存量問題を考えたら、家電量販店がその地域にあるのに、わざわざその近くに家電量販店なんか絶対出しちゃダメなんですよ。そんなにしょっちゅう家電買う人なんかいないんですから。もともと、その緑電化さんにも抜いていただいた方なんですよ。僕の住んでる神戸市北区、神戸電鉄の岡場駅っていう駅の近くに今トヨタさんがあるんですけども、そのトヨタさんの前が、まあ緑電化さんだったんですよ。で、緑電化さん、その近くに上信電機さんがありましたんで、まあ緑電化さん見てもあんまりお客さんなかなか見かけないんですよ。店行っても歩いてる人の数。だから、これは無理だなと思って、上信さんの方に一本貸してもらって、もう売った後ですから、この辺りも阪神・淡路大震災があって、この辺りにたくさん人が引っ越ししてきて、まあ、家電買ったりしてた、売れてた時期があっただけで、また南の方に、浜沿いの方のところに、家屋全壊した人とかでも、まだ向こうに戻っていった人たちがいらっしゃるわけで、まあ、神戸市でいうと、まあ、垂水区、長田区、須磨区、兵庫区、中央区、灘区、東灘区と、まあそういうふうな状況ですので、
もともとその本当はダイエそのイオンモールのところはもともとがダイエで、ちょっとイオンモールさんのその仕事が見てみたいということで、まあイオンさんに代わってもらったんですけども、私からの提案で。でそのイオンモールさんの一番上、今家電量販店ありますけど、以前なかったんですよ。だからそれよく分かっていただいてた部分で、っていうのは少し離れたところの神津台っていうところに大きなイオンのショッピングセンター、百貨店みたいなショッピングセンターがあって、そこに家電量販店があるんですよ。それが出来上がったのがここ10年15年ぐらい前ですから、もうそれができた時点で、そこができた時点で、もうこれ以上出しちゃダメなのに、なぜかイオンモールの5階に、出店されちゃったんですよ、家電量販店が。だからイオンさんもいまいちよく分かっていらっしゃらないなっていうのが分かりました。エネルギーの残存量問題と、そのエアコン機器を調整していればいいから、5階を完全に閉鎖していたらよかったんですよ。で、だからイオンモール岡場駅のところのそのあと本屋さんとか出店されてますけども、まあ、そこはややこしいエロ関係のものは置いてないはずなんです。まあ、宮崎書店も僕言いに行きましたけども、六法全書を持ってね、ちゃんと刑法175条とか蔦屋さんとかにね、店に行ったりしたことがあるんですよ。でそれに抵抗されたら250万円以下の罰金プラス他の罪も併科されてくると、まあ、そういうような内容になってるんですけども、刑法175条って。で、もともとその本屋さんもエコリラにあったんですよ。で、エコリラってもう店コロ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 変わってるんですよ。だから本当の人口が間違えてるから、何か出店しても無駄だっていうことが理解できてないから、本当に必要なものだけをそこに出していればいいと。でもこれ本音で言いますと、その雇用助成金とかもいらないって僕思ってるんですよ。それがあるから人をコロ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 入れ替えたりとかして、人材派遣会社とかを通して、それでまあ経営者の人たちが、金稼ぎができてしまってるっていう部分がありますから、もともとの商業原理とその性質が合わない。そうなってくると、例えばまあ、もともとエコールリラにあったところの本屋さんか、そこの宮崎書店だけでよかったっていうことになるんですよ。まあ、ちょっと方向間違えましたね。まあ、僕の家の方向から言うとそこなんですけども、まあ、田尾寺駅の近く。だからまあ、藤原台の南町の人でも、この辺まで歩いてこようと思ったら来れますから、まあ、1時間もあったら、本屋さんまで歩いて買いに来れますよ。で、そんなに本、そこまでしょっちゅう、本買うことってないじゃないですか。まあ、地図とかも含めて。だから、まあ、それぐらいでよかったっていうことだったんだと思いますよ。で、まあ、消費税を上げないような形にしていくと。そのエネルギーを消費するから消費税が上がっていくんですよ。一つの理由として、これは事実ですよ。それは総理とか言ってますから、国会で。家電量販店の人たちも、まあ、その生産元である。だからまあ、そういう部分でね、その僕は以前からずっと言ってる、その家電は家電だけのオールジャパンっていうメーカー作りましょうっていうことを言ってたのは、そういうことなんですよ。あとは、LED という液晶パネルを使用してるわけですから、まあ、ランプが先に壊れることはないと思うんですよ。で、中の内基板の寿命が先なんじゃないかなとも思ったりとかするんですけども、まあ、実際ちょっとその辺のところはまだはっきり判明はしないんですけども、自分のテレビその最後まで使い切らなかったら、その辺のところは判断できないんですが、それを行えばどのような機能が必要でどのような機能がいらないかっていうことを判別して、あとは大きさだけが変わるだけで、もうリモコンも機能も大体同じと、そういうテレビでいいんです。あんまりややこしいものをたくさん搭載されても、その普段テレビ見てる人はその扱いきれないんですよ。だからまあ、オールジャパンという体制で行えば、あとは、まあ、修理で、しっかりと、
まあ、LED の、 その画面のランプがつかなくなるまで、テレビを、使用できると、まあ、そういうような形が形式が一番賢かったと、まあ、こういうことだと思うんですよ。まあ、あとはそこにゲームメーカーと組んで、で、まあ、エネルギーの残存量問題に関して、みんな電車バス徒歩で行けるんだから、自社の社員も皆さん、通勤するとき電車バス徒歩でマイカーなんか買わないようにしましょうっていう運動を、しっかりと、広げていただきたいなと思います。で、みんながね、車手放してくれたら、まあ、バスの本数とか電車の本数増やせますね。だからその方が、便利になります。例えば、兵庫県の加古川っていうところがあるんですけど、ちょっと地図持ってきます、ね、この間電車乗ってみたんですけどね、もう19時台とかでも、19時18時台とかでも電車が1時間に1本なんですよ。まあ、その回車両が、5両ぐらいあったと思うんですけど、一応 JR なんですね。まあ、まあ、どの辺りから見ていただいたら分かりやすいか、ちょっと待ってくださいね。加古川市っていうのは兵庫県の、まあ、こういう海沿いのところなんですよ。兵庫県の西の方にあります。で、こちらから、まあ、北の方へ上がっていく、JR ですね。これですね、こちらの部分が加古川線というもので、こう北に登っていってる。で、まあ、こういうような、まあ、JR でもその1時間に1本だとか、まあ、そういうふうな形なんですよ。だから元々の本当の人口が間違いすぎているのであって、そのほとんどの場所は電車バス徒歩で、とんでもない田舎のところはもう馬車でいいなと私は思っています。基本的に農村で、まあ、人があんまり住んでなくて、で、田植えが始まる5月ぐらい、まあ、それまで草がいくらか、まあ、伸びてきたりするんですけども、それを本間さんにしっかり食べてもらうと。で、畑にその田植えとか終わったら、その畑の周りに生えてきてる厄介な草とかを、本間さんに食べてもらうと。で、馬車が運行するという形ですね。だから、うん、まあ、私の撮影している河川水門解析地下水流ストレートトンネル回転扉式発電なんですけども、まあ、東条川、大川瀬ダムと、東条湖、鴨川ダムっていうところからつな、がってる、東条川、まあ、その河川が加古川まで続いてるんですけども、加古川という川があるんですけども、まあ、兵庫県で一番大きな川だと思うんですけども、まあ、そちらを撮影していて、加東市というところなんですけども、やっぱり、まあ、人はあんまりいらっしゃらない。その代わり、畑が、たくさんあって、まあ、ちょっと一安心できるような、もう今 お米がね、まあ、だいぶ円安になりましたから、海外からお米だいぶ輸入は今減ってるんじゃないかなとは思うんです。で、小麦に関しては少し前の頃、小麦の、輸入量が400何十万トンだったのが今500何十万トンになってるんですよ。やっぱり、麺類とかの方が安くて済むから、やっぱり消費者の方たちはそういった選択肢を選んでいると。で、こうなってくると耕作放棄地とかもしっかり耕せなきゃならないんですけど、エネルギーの残存量問題を考えると、田植え人間が耕せばいいと。だから、まあ、
若い頃僕その、そこそこ体を鍛えてた頃があるんですけども、まあ、塩は株式会社という灯油の巡回販売の仕事で、まあ、中身が入った灯油缶、まあ、18リットルですけども、1缶、それを4缶同時に持ち上げて、スタスタ歩けると。だから膝から上の筋肉も力入れたらボコって出てましたし、利き腕じゃない左腕でも成人男性持ち上げれてました。持ち方によるんですけども、そういった時の体力から考えたら、いやそこまでの体力なくてもね、僕中学生の頃野球部だったんですけども、中学2年生の頃に懸垂12回、2年生の頃だったと思うんですけど、2年生の秋ぐらいの頃で、懸垂12回でしたから、そのぐらいの頃の体力とかで考えても、10メートルかける10メートルの畑耕すのって、このクワでね1時間で済むと思いません？余裕でしょ、1時間もあったら。だってあの畑耕している機械見たら、あれは単に草が生えてきて、それを多分どうにかしたくて、ああいう風に耕してるのであって、深くないじゃないですか。そんなに深いところまで掘ってるわけじゃないじゃないですか。で、タイヤがついてるから、タイヤが進んでしまったら、地面がね、圧力かかるから、まあ、後ろの方から耕して、まあ、そこをもう二度と通らないように、こう、蛇行していくんだと思うんですけども、そんなに深く掘ってないですから、その、クワの方で耕すの多分余裕だと思いますよ。1週間あったら100m×100m 余裕だと思いますよ。週休2日で5日あったら十分でしょ。早い人だったら多分2日で耕すと思いますよ。だって昔その海外から別に小麦粉とかを輸入してたわけではなくて、自分たちで農作物を育てていたわけであって、日本列島で、だから多分かなりの面積を自分たちで耕してたんだと思いますよ。でそれはそんなに難しい話ではないと。まあそういうふうな世界に変えていかなきゃならないですから、まあもうこちらの方ですね、まあ運動部の人たちとか、まあ J リーグの人たちとかもそうなんですけども、まあ、あと大人になってから、太りたくない人とか、体ある程度筋肉ついていた方が、体が、まあ、見た目、ね、かっこいいだとか、たるみ切った体は嫌いだとか、そういう人向けだと思いますよ。家で結局筋トレとかするぐらいだったら、畑耕していて筋肉つけたらいいわけじゃないですか。まあまあ、そういうふうな形に社会全体を、変えなければならない。まあこういうことなんですよ。だから競馬業界のそのある程度の段階で引退した馬とかが馬車になって、まあ兵庫県でいうと、まあ、三田市だとか三田市の一部とか、加東市だとか、 あんまりその坂が急勾配のないところですよ。人が乗るそのまあ馬車ですから、まあ座って屋根があって雨が降った時用にやっぱり周り囲いがないとダメですから、そこそこ重量がある。だから馬の方もあんまり重すぎた馬の方もへばっちゃいますから、まあ正直4人乗りとかで十分だと思いますよ。そこの僕が撮影してるそのあたりのところってバスがまあ中間地点ですけども、1日1本だとか、場所によっては、曜日によって、まあ、1日何本かはあるんですけども、曜日によると。ただ、もうみんな車乗ってるんですよ。その辺に住んでる人たちは。だからそうなってしまうのであって、で、バスももったいないから、結局馬車の方がいいと。こういうような形になるんですよ。だから馬車が進める距離っていうのはある程度限られてますから、まあけど、ある程度のその加東市の都市部まで、まあそこまであんまり時間かからないと思いますよ。馬2頭で、まあ6人乗りで引くという手もありますし、ただしブレーキの方が、これいろいろ考えたんですけども、
発電するときって、モーターを回すようなもので、電気って水の中に溜めれるじゃないですか。車の自動車メーカーの人だったら分かると思いますし、車乗ってる人だったら分かると思いますけども、バッテリーってあれ、周り全部プラスチックで絶縁体で覆ってるんですよ。で、水を入れておいて、一応線としてね、留め具として鉛を選んでるんですけども、鉛は電気の伝導率が一番低いんですよ、金属の中で。で、ただ少しは放電してるんですよ。ある程度の伝導率がありますから。一番低いにしても。だけども、周りプラスチックで、なぜ水に電気を蓄えれると。じゃあ、馬車がこう下り坂とかでブレーキかけるときどうするかって言ったら、ギアつけておいて、高いギア比でね、発電してもらったらいいんですよ。そしたら、車輪の方が勢いなくなるじゃないですか。抵抗、タービンとコイルがあって、タービンのところで、接触による静電気で、電気を発生させてるんですよ。高速に回転させて。で、電気の伝導率の良い、銅、いや、もしくは、金はなかなか、ね、ないでしょうけども、銅で、電気を回収して、それはコイルになるんですけども、だから、お馬さんに走ってもらいながら、ちょっとしたバッテリー、例えば、30リットルぐらいの水が適量なのかどうか分かりませんよ。そのブレーキかけた時の、蓄電能力と、だからそれを、走って、一仕事を終えて、夜、それを使って家の中、電気つけたりだとか。いろんな方法はあるわけであって、そこに向かって全員が動いていかなければならないっていうことなんですよ。万博なんて条約ほどわんぱくなものはないのであって、ビッグサイトエキスポとかを作った以上、そこで展示物を出せばいいと。で、それぐらい、ああいうふうなものって神戸市にもあるんですよ。一応24の県よりも神戸市民の方が多いんですよ。あくまでも、表記してる人口ですよ。どこの都道府県も表記してる人口よりも、3分の1か4分の1だから、24の県よりも神戸市民の方が多いっていうことは、実際に住んでる人の数も神戸市民の方が多いっていうことになってくるんですけども、兵庫県という単位で見ると、日本の各都道府県の中で、ベスト10には入ってくるぐらいなんですけども、大阪とか東京都とか神奈川県は突出しすぎてるんですよ、人口。密集しすぎて。それで世の中のことが余計わけわからなくなってる。田舎のほとんどの面積のところは人があんまりいなくて、もう馬車で十分っていうところはたくさんあるんですよ。だから電車、バス、徒歩プラス場所により馬車なんですよ。車がたくさんなくなってくれたら、平地であったら、ある程度、馬車を何頭も走らせて、これもね、餌云々のところどうするかっていう部分があるのでね、その平地のところ。だから結局、電車バスでほとんど移動するような形、電車バス徒歩になると思うんですけども、ごく一部の部分だけ馬車で走ってもらう。こういうふうな形になるかと思うんです。あんまりやっぱり上り坂のきついところ、下り坂のきついところは馬車は向いてないですね。まず上る方が、荷台の、人が乗るところの重さに、馬車の方が参ってしまいますから、坂登ったりしてたら。平地ぐらいですね、馬車って扱えるのは。けど、多くのところで結構、それは有効化できますね。で、家電製品とか腐らないものであれば馬車でね、輸送すればいいんですよ。だからその、最初に言った案っていうのは、山の方は草がいっぱい勝手に生えてるから、それ食べといてもらったらいいっていう発想なんですね。その馬の食料っていうものがあるっていう部分で。で、その方が、あと、区はでも、畑が耕しやすいと。こういうふうなことになってきます。この両案っていうものを、経団連の方たちがどれぐらい理解していただけているのか、これ昔も言ってるんですよ、僕26年ぐらい前に。で、それプラス、馬の、馬糞でね、
まあ、メタンガスなどを、抽出すると。生ゴミプラス馬の馬糞を混ぜておくと。田舎の方はその撮影してるところの映像を見てもらったら分かると思いますけど、家が完全に点在してますんで、まあ、まあ、1キロ、半径1キロぐらいのところに、その生ゴミと馬糞の貯蔵をする、貯蔵庫を作っておいて、そこの横に、メタンガスを抽出する装置をつけておくと。まあ、こういうふうな形になりますね。な馬車走らせながら蓄電してもらって、で、人を運んで、まあ、ガソリンの消費ですね。これを、世界中で抑え込んでいくと。1から10まで話聞いてみたら、これ全部実行したらかなり違うんじゃないかと。まあ、特に車ですね。生産量100分の1まで低下。世界中。これ全然変わりますよ。ただし10年かかります。数字が変わってくるの。新車で販売したものなんて10年ぐらい乗られますから。もうすぐに行動を移さなかったらもう残り54年分ですからね。だからそれをどれだけ先延ばしできるかであって、車の生産もそうですし、あとは、河川水門解析、地下水流ストレートトンネル発電、これを各河川に整備することによって、あと琵琶湖から日本海に向かって、それが出来上がったらね、まあ、ガスの火力発電所も、石炭の火力発電所も、何か災害時の時の予備電源ぐらいに置いとくだけで、あとは自然再生可能エネルギーでオール電化も進めれますね。田舎の方。ガスボンベとかを家の横にくっつけて、都市ガスとか届かないですから、山の中の方は、ほとんどのところは。だからその辺が都市部に住んでる人にはわからないことであって、それが結構いろんなところがそうなんですよ。ガスボンベを配達して、家の横につないで料理されてるわけだから、オール電化。だから河川水門解析、地下水流ストレートトンネル発電などで、一旦水をね、ダム化して貯水してしまえば、ものすごい水圧から、電力を得られるわけですから、安定して。そこが継続性なんですよ。だから、20センチかける20センチと、1メートルかける1メートル、3メートルかける3メートル、5メートルかける5メートルって言ってるのは、そういうことなんですよ。そこそこの雨だったらね、もう大体それらをうまく併用して、まあ大体一晩通して、そのずっと20センチかける20センチはずっと稼働、まあ場所によっては1メートルかける1メートル、晴れの日です。晴れの日でもですよ。雨の日と晴れの日も水の量全然違いますから、100倍ぐらい変わります。100倍以上変わりますね。大雨の時なんかもう何百倍と変わりますから、普段の水の量は少なすぎるんですよ。ただしそれは河川の底から水が抜けているのであって、それは僕の撮影している向こう側のところを、逐一見てもらったらわかります。あ、彼の言ってる通りだって。明らかにこれ、上流の方であれだけ水が流れているのに、下流のここまで来ていろんな河川合流してるのに、水の量が同じぐらいしかないって、これはおかしいっていうこと、気がつきますから。だからこれ、あ、晴れの日でもこれぐらいの地点で、1メートルかける1メートルは24時間ずっと稼働できるんだと。そこまで、水を、その地点から、貯水していれば、その、ギア比をずっと上げれていくわけじゃないですか。1メートルかける1メートルのところでも。じゃあ、発電できる発電量は全然バカにならないんですよ。だから、1分間に3600回転。基本的にまあ、それぐらいが限界点だと思うんですけども、それぐらい平気で回ると思いますよ。だから、まあ、回る部分の、あとはタービンの大きさ。まあ、どれぐらい1秒間に、例えば1分間に3000回転したときに、1秒間に、1万キロワット発電できるのかどうかとか、まあそういったものが回るのかどうか、まあ、そこはあとは数で、その先その先その先、だからストレートだ、だからいいんだと。だからストレートだから水圧がまっすぐ前に向いていくのであって、ギア比によって全部、最高の値のところのギアまで持っていって、安定して電力を得れるんであると。安定性もそうなんですよ、重要なのは。それが全て出来上がったら、エネルギーの貿易輸出には、ガラリとかある、権益があるにせよ、それだとお金だけの話になってしまいますから、エネルギーの節約、エネルギーの残存量問題に適した社会を作れてるかどうかなんですよ。だこれが26年前から、ほぼ進んでいない。
2011年以降に自然再生可能エネルギーによって日本の全電力の 10% 以上賄えるようにはなりました。売電が始まって。だからもっと早くに売電とか取り入れたらよかったんですよ。で、その河川水門外式ダム、地下水流ストレートトンネル発電を26年前から始めていたら、もう今頃全ての河川は通ってますし、病後から日本海までできてますよ。で、昨年、なかなか雨の雨量が少なかった年だと思うんですけども、日本全国的に。だけども、10月に、琵琶湖撮影しに行ってるんですよ。まあ僕のホームページ、淡井圭介の履歴の YouTube 一覧表、自然再生可能い河川水門開式地下水流ストレートトンネル、回転扉式発電というところを見てもらったら、琵琶湖撮影してるんですけども、撮影する少し前に、一応まあ滋賀県で大雨が降ったっていう部分はあるんですけども、もう水は、かなり豊富にある状態でしたね。で、今年も その滋賀県から、大阪府へ向かっている、まあ途中の京都府の、その宇治川の上流である、天ヶ瀬ダム。小さい系って書いてるから、ちょっと読み方が分かりにくいんですけども、まあ、そこもね、今年はね、冬場、雨はたくさん降ってるんですよ。だからもう一回、排水してるんですよ。まあ、発電しながらだと思うんですけども。だからね、人口は減っていってるから、まあ、海外からのお客様がたくさん来てるっていう部分はあると思いますよ。だけども、そこまで、水不足じゃないから、特に琵琶湖なんか、275億トンあるんですよ。水満水時に、じゃあ日本海に引いた時に距離がまあだいたい23キロから5キロぐらい、まあうまく引けば23キロ以内で収まるとは思うんですけども、日本海に引いた時にまあ高低差一番低いところで海抜40メートルぐらいですから、で琵琶湖自体は満水で85メートルなんですよ。だからそこをまあ表面のところから、まあ、一番深いところで40メートルほどある。それは北側で、南側は水深5メートルぐらいまでしかないんですよ。だから琵琶湖は南と北に分かれていて、いろんな、まあ、100ほどある河川、まあ、いろんな河川が合流していって、そのトータルが、まあ、100ほどの河川が、琵琶湖に水を流し込んでいってるんですけども、雨降った時に。その、流れてきた時に土とか一緒に流れてくるじゃないですか。それがだんだんその南の方とかにね、こう溜まっていって、そういう風に水深が、どうしてもそうなると。まあ、水が勢いよく流れ込んできてるから、それで、こう、もともとあった土砂とかもこう寄せられていくっていう形で。まあ、とにかく、まあ、275億トン全ての圧力がかかるわけではないにせよ、日本海に向かって地下水流ストレートトンネル発電を行うと。それが仮に20センチかける20センチ、いや、1メートルかける1メートルを、24時間回しっぱなしにすると。まあ、一応24時間回しっぱなし、とにかく全ての、タービンコイルを、ギア比を最大値まで持っていきたい。で、いつ使用したいかって言ったら、電力がたくさんいる夏場。で、お盆は工場とかが止まるから、使用電力はだいぶ減るんですよ。だから、夏場の20センチかける20センチと1メートルかける1メートルを7月から、まあ、9月中旬下旬まで、併用すると。で、お盆の時は、まあ、どちらか片一方を止めると。まあ、それでも、そのとこ、心円高になったら海外からのお客様が来なくなるから、まあ十二分に水あるっていうことになるんですよ。だからその琵琶湖に、まあ水が流れ込んでくるところも、その河川水門開式地下水流ストレートトンネル回転扉式発電を設置していれば、そこは貯水してる、まあダムにもなるわけであって、だからまあ先に水を溜め込んでしまえばね、あとはもうどうとでもなるっていう形ですね。まあ日本中で多くの河川でそれを設置して、まあ食べれる魚がいる河川は別ですけども、もうほとんどのところ上流行ってもなかなかそんな河川ないです、今時。で、ほとんどのところは河川水門開式ダム発電を設置できるのであって、それらを全て設置した時に、
全ての20センチ ×20 センチ、琵琶湖の木にしても、その河川だけでも20センチ ×20 センチは1メートルや ×1 メートルのその24時間動くようなところの総発電量ってもう全然バカにならないと思いますよ。とんでもない量発電すると思いますよ。もともとの水圧はそこそこありますから。だから、大きな風力発電で、160メートル、ドルのものな、などが、ありますけども、20センチ ×20 センチか、1メートル ×1 メートル、その計測して、ギアギア上げていけるから、その24時間の発電量で見ると、上回ると思いますよ。だから、1メートル ×1 メートルのところは、その先に、また、1メートル10センチほど先に1メートル ×1 メートルのその回転扉式のね、タービンコイルを設置できるわけであって、たくさん設置できると。例えば一つの河川の水溜めてるところの100メートル先まで敷いたら、まあ、70以上は設置できると。いや、違いますね。訂正。100メートルだと回転扉だから、まあ、2メートルできるわけだから、まあ50以下ですけども、まあまあ、かなりの発電量を見込める。で、あとは太陽光パネルで晴れの日と、雨の日で補い合えば、雨の日はたくさん水が流れるから、他にも3メートル ×3 メートルや5メートル ×5 メートルのところが稼働すると。多くの河川で。そしたら太陽光パネルの量を十二分に、埋めれると。まあ、こういうふうなことになるんですよ。あとは節約のところをうまく上手に行わなかったら、今世の中どうしようもないわけであって、車の生産や万博とか余計な建物を建てるのが必要ない。で、エレベーターに関しても、知識として覚えておいていただきたいんですけども、ここのアリの第一タウンハイツは4階建てで地下があるんですけども、1つのフロア、1つの階に家が10軒か、家が10軒しかないんですよ。10個。で、エレベーター使う人あんまりいません。ですが、2022年の1年間の、エレベーターの電気代41万を超えました。っていうことは、高いビルを人口減ってるから、ビルの高さ低くなっていかなきゃならないんですよ。だからもう、エレベーターのいるようなビル作らなかったらいいんですよ。余計なテナントとか作らないで。絶対空になるんですから。すぐに倒産して。人口ずっと縮小してるんですから。世界中がですよ。ほとんどの国が。で、っていうことは、もうエレベーターがあるような建物を作っちゃダメだっていう法律が必要なんですよ。で、もうたくさん空き家を作ってしまったわけで、新築のね、ほとんどが。で、今、7軒に1軒が空き家なんですよ。でも家なんか作る必要なんかほとんどないんですよ。男性と女性、生まれてきてる人の数が、まあ、10万人、10万人ぐらいだと思うんですけども、これ、男性と女性、10万人、10万人を割り込んでいた、それも下回っていた、9万人台の数字とか、誰か見たことありませんでしたっけ？この間そこまで言っていいんかいでね、まあ、関西の方で放送されている番組なんですけども、まあ、そこで、あ、お前見たことあるって言ってる人もいたんですよ。じゃあ、買い手がそんなにしょっちゅう現れるわけないんですよ。人が生まれてきてないんですから。もうそのあたりは僕は建てすぎた、ビル、まあ YouTube 一覧表から見れるようにしてますけども、それ見てもらうとびっくりするでしょ。阪神・淡路大震災よりも大きなビルがたくさん出来上がってるんですよ。人口減っていってるのに。で、神戸市長の名前が、久本木造さんっていう人なんですけど、喜んで作るっていう名前なんですよ。で、もともとの出身見たら、町づくり課の人。町づくり課の人は議員になっちゃダメですね。もう絶対大変な世の中になる。よく分かってないまま、仕事してた人が市長とかになってるわけですから。だからエレベーターのない建物しか作っちゃダメよっていうことを自分から言えばいいのに、全然言わないんですよ。だからその辺のところがね、実力はない。大学へ行くとやっぱりそうなる。大学行った人間の方が、
というよりもエネルギーの残存量問題までたどり着くと、大学なんか行ったら皆さんにご迷惑がかかるなっていうことに気がつくから、大学なんか行かない方がいいやっていうことに分かるんですよ。世の中の仕事の絶対数とか見えてきたら、建築業界がたくさんはびこってしまうから高い建物を建てたり、余計に高速道路を作っちゃったり、高速道路を作るからたくさん余計車が走ってしまうわけじゃないですか。だからガソリンがどん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 消費される。ちょっとしたことで遠出をしたがる。それらが全て無意味だっていうことであって、ほとんどの場所が電車バス等で行けるのであって、まあどうしてもね、その僕が働いていた中和株式会社の北神戸店って完全に山の頂上にあるんですよ。で、そこはあのバスの、麓のところまでしか走ってないから、通勤する人はもう車などで通勤するしかないです。で、まあ神戸市立ホテルフルーツラバークも、僕レストランカトリアで店長していたのが24歳ぐらいの頃なんですけども、朝のその早朝出勤がありましたから、送迎バスとかは出てなかったので、もうそれはそれでね、やっぱり車がないと無理ですね。歩いてちょっと行けるようなところじゃないんで、駅から。あ、まあそういうわけで、ほとんどの人は車いらないはずなんですよ。だから神戸電鉄も15分に1本しか基本的にありませんし、それでも昼間ガラガラですから、ほとんどの区間。だから山の中もほとんどのところはね、車がいらない。でこの辺りにトヨタの店舗が4店舗ある時点でどうかしてるんですよ。1つの駅の区間、岡場駅から田尾路駅のその近辺までで考えると、岡場のね、南町の方かな、一つ大きな店舗があるんですよ、トヨタさんで。すぐそこに空き地があったんですけども、そこにトヨタさんが新しく店舗を出しちゃったんですよ。そこ空き地のままでよかったね。もうすぐ皆さんに自主的に、もう車手放してくださいって言って、もしくはご高齢でもう車乗るの危険だからやめてくださいよっていう人たちがいっぱい現れるんだから、そういう人たちからあの運転免許証を返納してもらって、強制的に売却させなかったら無免許運転しちゃうんだから。今までそういうニュースいっぱい流れてます。でやっぱりそうだと思うんです。自分に甘くなると。だからたくさんそこにあの並びでいればよかったのに、昔そうしていたかもしれないんですよ。まあもともとはその跡地になる前はパチンコ屋さんがあって、まあそこが更地になって、で、まあ中古のゲームとか漫画の本とか置いてるショップが出来上がってったんですけども、まあそこもまあ10年ぐらいで、まあなくなってと。だからもう人口の絶対数から何から何まで間違えたらもうやっぱりこうなりますね。だからトヨタの店舗ね、一店舗で十分なのに。なあ、ダイハツも本当はトヨタの傘下じゃないですか。なあ、車欲しい時に注文したりとか、中古車をそこの更地のところに並べておいて、でどれかいるものありますかとか、もうその程度で良かったんだと思いますよ。だから今すぐガソリン車 の世界中で工場生産停止にしたらいいんですよ、どこの国も。で、みんなできるだけ電車バス等にしてくださいって呼びかけて、何回も何回も。あとは、あの年齢によって、免許証、強制返納で、強制売却。これでね、自動車なんか生産しなくてもいくらでも出てきますよ。以上です。こういった知識を、パナソニックさんや、ゲームメーカーの人たちも含めて、まあ、あとは、各家電メーカーの人たちにですね、僕のこの、喋ってる内容を一通り、まあ、時間給払いながらでも見てもらった方がいいと思いますよ。ちょうど1時間ぐらいですし。彼の言ってることが本当だからっていうことで。まあ、エネルギーの残存量問題が詳しく知りたいんだったら36話見てもらったらわかります。まあ、ロシアなんかね、今1万5000メートルもそこまで掘ってくれてますけども、まあ、それはインターネット上の情報ですから、もともとアメリカはエネルギーの消費量は世界ナンバーワンだったわけじゃないですか。まあ、人口は本当に3億何千万人いるかったらいないと思いますよ。これも絶対そうです。
いろんな国と往来が激しくなってるから、二重国籍、三重国籍、それがまあ戦争の名残だったり、そういった部分もあるし、商業原理的にもいろいろ海外に行く、特許関係もある、それで二重国籍、三重国籍になってる人たちもいらっしゃる。だから世界に一人しかいないのに人口は3人、三重国籍だと。あとは海外からの死亡届ですね。もともとアメリカ人だった人が海外に行って、その戦地でお亡くなりになった時のその死亡届とか、日本でもすごく探し回ったら、もうその人はお亡くなりになってると思われますっていう状況で、老人ホームをこの近くに、まあ私働きに行ったことがあるんですけども、その老人ホームの人に、この近辺の老人ホームを含めて100歳まで生きてた方見たことありますかって聞いたら、誰も見たことないって言ってるっていう返答でした。ちょっとまあ言ってこういろいろ聞いてもらってね。だから100歳以上の表記されている方たちはまず死んでると思ってまず間違いないですね。それどころかもう90歳以上の人たち全員怪しいですよ。なかなか90歳以上まで生きていらっしゃる方はなかなかいないですね。で、その1億2000万人の範囲のその人口の、要するに北朝鮮と韓国と台湾と満州国の範囲で人口とか仕事の絶対数を世界国勢税で出してるんですよ。だからもうそこからして全部今の国境内で数字直さなかったら何もかもめちゃくちゃになる。で、エネルギーの残存量問題が分かっていないから結局日本で万博開いてしまってるんだと思いますよ。国会議員の人たちがどうしてもその議員さんって高齢者の人たちが多いじゃないですか。じゃあ今の、例えば30歳とか20歳ぐらいの人たちの、いや、じゃあ自分たちがもっと先々30年後40年後になった時どうしてくれるんだって、最後の最後まで石油とかガス売ってくれるわけないじゃないっていう話になった時に、もうこの世にいないんですよ、その人たちは。だから今のそのみんなから票がもらいやすいような形で政治をしてしまう。だから店頭価格見たら分かるじゃないですか、万博開いてるか開いてないかとかで。だからレギュラーが1リットル200円以上になったら、ああこの政治家の人たちは分かってるなっていうことになるんですよ。でガソリン車の販売停止したりとか、一応それは安倍政権の頃に話だいぶ進めたんですよ。何年にはガソリン車の販売停止って、まあイギリスは2025年っていうことを言ってますね。まあ日本も2025年でいいと思いますよ。販売停止じゃなくて生産停止。生産をとにかく停止したいんです、今すぐでも。僕はちょっと前の動画で、その2024年の4月でもうガソリン車の生産を停止してほしいっていうことを言ってるんですよ。世界中で。で、河川水門開閉地下水流ストレートトンネル発電だとか、そのメタンガスを抽出するところとか、建設業界はそういうのを設置したりだとか、あとはギア比とかタービンコイルに関しては、その自動車メーカーの人たちが、工業関係の人たちが大量に作らなきゃならないわけであって、それも何十万という、日本列島の今の国境の日本列島内だけで何十万という数です。タービンコイルの部分ですよ、水門の数じゃないですよ。だって、琵琶湖でね、距離 23km ぐらいだとしたら、20センチかける20センチのところなんか、ね、1メートルの範囲のところに、3台ぐらい？いや、2台？ 2 台ぐらい、1メートルかける1メートルの間に、まあ2台は絶対設置できるわけじゃないですか。そしたら距離、ね、メートル換算だったら、2万3000メートルなわけじゃないですか。じゃあもうそれだけで46万の数。多分50万ぐらいでちょうど合うんじゃないですか、数。それプラス1メートルかける1メートルとか、だからギアを作ってるのは得意なのは自動車メーカーの人たちですから。そういう人たちがそういう仕事にチェンジすると。あんまりも自動化が進んできたから、そんなに働くことに執着しなくていいという社会にしなかったら、その国土交通省とかが身勝手にあっちこっちでこう道路を作りたがる。これをやめささなかったらもうどうしようもないですね。あとでこれ解体する時のガソリンの損失量とか何も考えてないでしょうっていうことで。
もう呆れますね。だから、その辺のところで、いまだに道路族をしてる人たちなんかもね、みんな票入れなかったらいいんですよ。そんなえげつない方法でお金稼ぎしていたのかと。未来の人たちの命を何も考えないで。スーパーマーケットに食料並ばなくなりますから、エネルギーの輸入が止まったら。それを今の現段階でどうにかしなきゃならない。ということなんです。だから小型 の, 原子力貨物船の、小型の原発のね、原子力貨物船だとか、そういったものを日本もするべきだっていうことを言ってるんです。その河川専門海水力発電とか、太陽光パネルだとか、そのかまど発電だとか、まあ、いろんなもの、まあ、潮流発電とかもそうですけども、いろんなものを、まあ、できるようになったら、それでオール電化が済んだら、あとは、その原発もだんだん止めていって、まあ、そのウランの濃縮しているものを輸入させてくれてるのはカナダぐらいなんですけども、90何パーセントはもう、ほとんどもう 99% ぐらいはカナダからなんですよ。で、まあ、あちらは国土面積が広い、人口はあんまりいない、だから採掘した時にたくさん、入手できる、だから他国に売るだけの余裕があるっていう形で、なまあ、カナダの皆さんはありがとうに。まあ、カナダの皆さんにはありがとうございますというところなんですけども、そこでね、その、まあ、大きな貨物船って明らかにものすごく動力源として力がいるっていうことを見たらわかるじゃないですか。だからそこを小型の、まあ、原子力貨物船という形で、まあ、そういったものも、まあ、昔から考案してくれていて。まあ、安倍政権の頃にも頼んだんですけども、もともと日本の法律で、ちょっと、動画の撮影容量がなくなりまして、動画つなぎ合わせて、つなぎ合わせておきます。まあ、これをご覧になられている方たちは、もう動画つなぎ合わせられた状態だと思うんですけども、まあ、原子力空母に関して、日本認める法律はもともとあります。ですので、まあ、原子力貨物船も、作っていいと。まあ、そういうふうな話も僕は20歳ぐらいの頃から、フルーツラーパークで、まあ、そういうふうな話とかもしていて。で、まあ、現状、あまり物事が進んでなかったと。肝心かなの、その多くの電力が得られると見込める河川専門海式ダム発電が一向に進んでないっていうところが、まあ大きな問題点で、あとはまあ家電メーカーの人たちは、まあ家電部門をオールジャパンという形で、しっかりと、まあ、組んでいただけたらいいなとは思ってるんですけども、まあなかなかそれは難しいんでしょうね。以上です。まあ、すべきことっていうことは、まあ、ある程度お話ししました。まあ、しなければならないところは、ホームページは IKS 記念日記の58番に記載しています。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、着信通知の設定と、あと、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、まあ、着信通知の設定をしといていただいたら、まあ、僕が上げてくるその動画の内容を見ていただいたら、まあ、ニュースの内容に関しても、たまに、あれこれと言っています。例えば、まあ、最近テレビで放送された、まあ、宝島うんぬんっていう人の名前の話ですけども、まあ、あの人、ライジンに出ていた人です。映像見てもらったら分かる通り、女性の格闘家の方で、山本キッドのりふみさんの、その、お姉さんだったと思うんですけども、その山本キッドさん、亡くなったことになってましたけども、この間、岡場駅の近くの鳥貴族の前あたりでいた人は、見たもん、山本キッドのりふみさんだと思われます。大体まあ、なんか見たことあるな、から始まって、まあ帰ってくる途中か、家帰ってから思い出すっていうのが、まあ大体のパターンですね。だがまあ死んだことになっていても、実際死んでない人たちはたくさんいらっしゃいますで、まあその宝島という名前で何か事件になってるのは、本当はその暴力行為云々だとか、まあそういうふうな形でそうなったのか、まあそれがEファイトという記事ですね、その、
エロ関係のゲームか何かの広告がついてたんですよ。で、それでこの間、その、e ファイトっていう、その、インターネット記事で、まあ、そういった広告がついてたのが見たのと、あと、ライジンの記事を取り扱ってたので、まあ、その、ライジンに関わる、まあ、さまざまな団体の人たちの、まあ、もうちょっと、そこ、ライジンさんとはちょっと一線を置かせてもらいますっていうことを、この間、記載したんですよ。な、もうその件も昔から、ずっとね、行ったり来たりしていて、だから警察の方も、刑法175条で、もうあちこちに、250万以下の、その罰金と他の兵科、その、つけて、たくさんお金をとにかく徴収すると。で、いや、だからもうエロゲームを作れなくちゃいいんですよ。機材を押収して。それプラス三振と以内の請求。他国に対してもですよ。日本語バージョンになって作られてるのもあるんじゃないんですか。よくわかりませんけど。だから、そういったところもしっかりとすれば、まあ消費税も上がらなくて済んでるんじゃないですかね。だからまあ、その、インファイトっていうその記事自体が本当に必要なのかどうか、そのどういうふうな関わり合いで作ってる記事なのかっていうところがよく僕もわからないんですけども、まあもう軽犯罪法とかもついてきますね、絶対。まあ、ボクシング関係も扱ってるんだったら、もうボクシング関係者としては、E ホワイトさんの方には私たちの記事を扱わせませんよっていう形で、対応してもらわなかったらダメですね。もともとリングにいるラウンドガールとかも、もともといらないのになぜ存在するのかは全然わからない。いらないでしょ。もともとそこにはエロ業界の人間混ざってましたから。だからね、仕事と称してね、悪いことしている人はたくさん存在するので、まあね、その、なぜ宝島という名前になってたのか。だから一攫千金優勝すれば、まあ昔のマスターさんがその賞金4000万円か4500万円、K1 か何かでね、その世界チャンピオンになった時に賞金、まあその賞金が丸々自分の手元に入るのか、それが所属してた、その格闘技の団体のその事務所なのか、まあその辺のところ、自分の受け取り金額、なのかどうか、そこまではっきり分からなかったら、もうみんな何とも言えないでしょ。人口の絶対数分かったら、ああ、もうそういうことかって分かるじゃないですか。全部は全部活躍して、球場お客さんが満員になるかって言ったら、開幕して間もないですけども、4月のですよ、4月の、阪神と中日戦、名古屋ドーム、19時30分で1万8000人ぐらいです。もともとまあ3万人入るかどうかの球場なんですけども、だから20時超えてから客席を待っていたのは、その20時超えたら無料で、ね、その入れたりとか、それをしてたんじゃないですか。昔はそれがあったんですよ。今はどうかわからないですけども、その、まあ甲子園とか立ち見は危険だからもうやめなさいっていうことで、昔その甲子園球場超満員っていうことで5万5000人とか表記されてたんですけども、あれも座るところなくなって立ち見のお客さんで、ある一定の時間を超えたらそのもぎりっていう呼ばれてるその入場のチケットをこう切ってるって言ったらいいんですかね、チケットをこうちぎってる、もしくはチケットを回収してるって言ったらいいんですかね、その時のパターンとか場所によって違うと思うんですけど、その回収型なのか何なのか、確かちぎって渡してた、渡して入場券持ってますよの確認ができるはずだと思うんですけども、まあ結局その従業員とかはね、20時にもなって、そのあらかじめチケットを買ってる人が来るかって言ったらまずなかなかいない、だからもうそこに従業員配置するのやめとこうみたいな形で、そこに従業員がいなくなって球場20時以降出会いできるとか、まあそれでね、その昔甲子園とか立ち見の人
人が詰めかけてきてって、まあ、それは危険だからやめましょうということになったんですよ。ちょっと、ね、数が大きすぎるでしょ、5万5000人って。な、帰りの輸送網とか阪神電車がその新快速だとかが次々とホームに来るんですけども、5分以内ですね。早い時3分ごとに来てませんでしたっけ。さすがにそれはなかったでしたっけ。5分ごとでしたっけ。次々とホームに来ていて、まあそれも事故起こしてないところが、ああすごいなっていうところなんですけども、そのペースで電車がホームに来なかったら、多分ホームからお客さんあふれ返るんじゃないですか。後ろから次から次へとお客さん来るでしょ。赤信号歩道橋みたいな形になったら危険だから、なんかね、いろんなね、スポーツが、まあ、昔は卓球とかでも、金メダルなんか取れなかったし、メダルを獲得することすら難しかった。それはまあ、まあ、男子バレーとかもそうですし、まあ、バスケットボールもそうですけども、まあ、水泳も、まあ、水泳は昔は、ある程度はメダルは取ってましたね、日本も。だけども、こう近年のその凄まじいメダルラッシュとか、まあ頭の中かしたりとか、だいぶ僕が対応してる部分はあるんですけども、それをしたところで少子化がね、その僕が生まれてくる1977年の前から少子化が始まっていて、それはずっと続いていて、1977年対比で考えたら、今生まれてきてる人の数は男性と女性の数は半分ぐらいですから、だから市場はずっと小さくなっていってるんですよ。だから埋めれるかどうかで考えたら、それも無理だっていうことが、例えばまあボクシングも、この間38年ぶりに東京ドームで井上尚弥選手の試合がありましたけども、4団体の統一チャンピオンで2階級をしたわけじゃないです か、 だからそれはとんでもない偉業であって、だからこそある程度お客さんが来てくれるっていう状況であって、K1 とかプライドっていうものが、まあ、僕の20歳ぐらいの頃、すごく盛んになったんですけども、総合格闘技の方と立ち技の方の、まあ、パンチとキックを主体にした、格闘技の方が K1 で、まあ、総合格闘技が、まあ、プライドの方だったんですけども、その、まあ、K1 の方がその空手の世界チャンピオンとか、キックボクシングの世界チャンピオンだとか、まあ、その辺は K1 に関しては肘打ちは危険すぎるから、やめときましょうっていうルールだったんですけども、まあ、その2つの格闘技のブームによってボクシングの人気はすごく衰退したんですよ。だからまあ、後楽園ホールとかで、まあ、試合をすることが多くなって、東京という人口密集地帯でもその収容人数って2000人以下だったと思うんです。2000人ほどでしたっけ、1000人ほどでしたっけ、どれぐらいでしたっけ、後楽園ホール、まあなぜそんなに大きな規模じゃないんですよ。そこまでボクシングは、衰退しまして、もともとの人口の絶対数を考えた時に、何から何まで、今はそれ昔と違うところはゲーム業界とかが盛んになって、アニメ漫画も、すごく世界的にも、一部の漫画は、世界中の人に、知ってもらってると、そういう部分があるから、その業界の人たちは生き残れてるのであって、まあ、生き残れてるっていうのはさ、もちろん解雇云々とかあると思いますよ。人材派遣会社の人たちを利用したりだとかで、結局その漫画、アニメ、ゲームとかっていうものは、音楽もそうですけども、映画もそうですけども、世界中に販売のマーケットを広げたからどうにかできてる方で、だから日本のその本当の人口は今の国境内で4000万人ぐらいだったとするのであれば、じゃあイギリスとかは人口本当のところ何人なんですかっていう話になるじゃないですか。国土面積見たら分かる通り。だからもともとその音楽業界とかも、そのイギリスっていう国だから、そのオーストラリアとかカナダとかいろんな国と、インドとかいろんな国との関わり合いがあったから、そこへの販売マーケットとかがあったから、多分どうにかなったんだと思いますよ。だから今の時代は国連ですから、クオリティの高い作品を消費者の
人たちは見たいと思ってる。だからハリウッドの映画、日本の映画、中国の映画、インドの映画だとか、だから本当に面白いものを皆さんは見れる状況はかなり出来上がっていて、じゃあその中で消費者の皆さんがその娯楽に使用できる時間っていうのは限られている。じゃあその中でどの作品を見るのかっていうことにやっぱりなってくるんですよ。だからまあ何もかもがその埋めれるかって言ったらもう作りすぎた後なんですよ。なのにバスケットボール用の体育館とか作ってるでしょ。だからその建設業界は一回しっかりと懲らしめなきゃならないんですよ。完全に法律で規制かけて、で完全要のその建設業界がしなきゃならなかった、その生ゴミのね貯蔵庫とメタンガスを抽出する装置、それを、まあ、日本全国で、まあ、多分10万箇所ぐらいは必要になってくると思いますね。だいたいみんなが歩いて捨てに行けるぐらいの距離で、まあ生ゴミ、燃えるゴミとして出してますけども、そのこういうような紙くずとかも一緒に捨ててるわけじゃないですか。こういうのは、小中学校とかの、薪ストーブだとかそういったものに使用したらいいと、まあ、思いますから。で燃えた灰から確か鉛筆って作られてたと思うんですよ。鉛筆の芯の部分だから、本当に燃えやすいものを排除すると生ゴミの量ってあんまり多くないんですよ。だから、まあ、ただし365日貯蔵していると、まあ、どれぐらいの量になるかっていうことを考えると、ある程度、自分たちの家から、歩いて、まあ、15分なり、それぐらいの範囲のところにはないと、まあ、ダメだなと。ある程度の人口密集地帯とかだったら歩いて5分ぐらいのところにまあ点在するような形になると思います。だからまあ10万箇所ぐらいかそれを超えるぐらいの設置箇所になると思います。あんまり大きくないもの、まあ、そこで、メタンガスを、抽出してと。であとは燃えるゴミですから、溜め込んでおいて、薪ストーブだとかそういったものに利用すると。だから歩いて持って運んで、行く分に関しては今までそのゴミ収集車がその石油を消費して、まあ、回収して、いた状況とは変わるわけで、その消費量が、消費されなくなると。でゴミ収集車を作るのに大量の金属とか加工するのにエネルギーを消費して作り上げてるんですよ。そこのプラスマイナスの差はものすごく大きい。あとは、薪ストーブとかかまど発電を設置すれば、発電も冬場できるし、薪ストーブ、まあ、かまど発電も両方ともそうですけども、暖を得ることができる、できると。だから、まあ、電気を使用してエアコンを使っていたりだとか、ストーブを使用していたりしたのが、まあ、そういうふうな形に変わると。あと、まあ、50万世帯、その田舎の方、その過疎地のところに関しては、各家庭で、かまど発電、自分でできるようにしてもらったら、まあ、防災に強いと。まあ、かまど発電が設置されてある高校とか大学運動部のあるところ、時間給払ってあげて、あと家屋を解体したら木材とか出てきますし、あとは家具とかで木材、木製の家具を捨てられる人は捨てられるわけじゃないですか。そしたらその木の部分を、燃やすと。もちろん運ぶのは近隣の小中学校とか高校や大学。人間が運ぶ、運搬する。もともとベッドなんか販売しなくていいですし、畳の上に、布団を敷いてればよかったわけですから。ベッドもそもそも作ろうと思ったらエネルギーを消費しますから。木を使用してるとはいえ加工するのに、まあ、旋盤みたいなものを使用して加工してるはずですから、まあ、これは金属加工とか工業高校行った人じゃないとなかなか分かりづらいかと思いますけども、旋盤というもので、まあ、大抵金属加工とか、してますね。あとはボール板、フライツ板、板金とか溶接とか検索と一緒、まあそういったことを工業高校とかで
習ったりするんですけど、だからその辺のところのプラスマイナスっていうのをいかにプラスに持っていくのかっていう部分ですね。だからその辺のことをきちっと行ったら、それは建設業界の人たちの仕事でしたから、だからそのこと完全に間違えてますね。買い手のない、高いビルをずっと作り続けてる。で、そこの家に住まれたら、エレベーター使用される。エネルギーがたくさん消費される。もうどうしようもないですね。まあ、建設業界の人間も何も、本当に大きな罰金払わせなかったら、あとはそれを世間に開示してテレビがしっかりと放送することですね。で、だからまあテレビの CM に関しても、その原油価格、店頭小売価格はレギュラー1リットル200円ぐらいに、200円以上にしておいて、まあ廃屋もそれ以上で、そういうふうな価格にしておいて、まあ灯油も1缶、18リットルで2000円ぐらいの設定。ただし従業員の人にはちゃんと給与をしっかり払ってあげると、そちらの方がいいでしょ。エネルギーの節約にもなりますから。だからテレビの CM に関して、自動車メーカーの CM なんかいらなくなるんですよ。車乗ってもらったら困るから、必要ないで、CM 料出す暇あるんだったら、その辺で不法投棄されてる車がいっぱいあるから、例えばこの間河川の撮影しに行った時、加藤市にも、ナンバープレートの外れてる不法投棄されてる車が、まあ、10台ぐらいは見かけました。で、オートバイのパーツとかいろんなものいっぱい、ほったらかしになってるところいっぱいあるんですよ。小野市も多分、まあ、加藤市全体で見たら、多分100台ぐらい不法投棄されてる車あると思いますよ。で、小野市も、まあ、大体それぐらいですね。神戸市も100台ぐらいはあると思いますよ。もう、まず間違いないですよ。もう何台か見かけてますから、撮影して。で、もう 何台か回収してます。この近辺ですよ。だって中古車線、まあ、中から草が生えてね、軽トラックの中から。もうほったらかしで。倒産した中古車センターなんか、車に苔生えてますから。何十台も。何十台とは言いませんけども、訂正、10台ほどの、中古車販売、いや、10台以上あったかな。有馬神社と岡場駅の間のところ。だからね、とにかくね、店を出店しないことなんですよ。テナント募集。無理です。今あるところをみんな合併していくだけですから。出さなきゃならない店なんかもう今更ほぼないですね。99.99% ないです。スーパーマーケットが本当に地震とかで倒壊して潰れた時だけ新しくもう一回出店。以外に考えられないですよ。まあまあ先ほどの内容とかで物事を進めていただけたらなと思います。まあ、長い間ご清聴ありがとうございました。皆さんね、チャンネル登録、着信通知の設定、あとは、一法律だけで物事を考える人はおかしいんですよ。例えば、我が天下、我が天下戦国風で僕のホームページを見てもらったり、YouTube を見てもらうようなことを、説明しますけども、身勝手な規約を、作ってるんですよ。我が天下の方で。その2万円以上とかの、ものがどうこうみたいなことでね、利用規約として。その前にエネルギーの残存量問題の方が上ですから、あと郵便物が来たので、ちょっと出ますね。以上です。